京都宇治田原町は日本緑茶発祥の地としても知られ、お茶文化に育まれたおもてなしの心があふれるハートフルな町でもあるんです。江戸時代、緑茶を生み出したのが永谷宗円という人物。宗円さんの煎茶です。いただきます。ください。わっ、おいしい。旨味がすごいですね。宗円こういう庵ヤンタンではこだわりの抹茶ソフトが味わえます。深みと華やかさがすごい。小樹院は猪目窓と呼ばれるハート型の窓が、実はこの形、仏教の伝統文様でもあるんです。お茶の町ならではのグルメも味わえます。わ、すごい美味しい。合うんだ。おもてなしの心に癒される京都宇治田原町で安らぎの旅を。